のちは、皆さんこんにちは。はい、私今日赤坂 TBS にやってまいりました。なぜかというと今日はテレビ収録、それスノーマンにやらせてくださいの番組収録にやってきました。なんでそれちゃんテレビってみんな思ってるじゃん。私も思ってるから今年ね、ほんと出る予定なかったわけ。もう来年にちょっとまとめて出よっかみたいな話は進んでたんだけど、今日はなんでかっていうと、それスノで学校へ行こうのリバイバルやるってことで、もうそれは出ないわけにはいかないという。急遽ね、海外出張一回取りやめて、番組出演、挑んでおりますけど、この後、収録かな？あともうちょっとで始まるんだけど、懐かしい、坂本さんも一緒だから、なんか、さっき学校行こう時代のスタッフの皆さんとかも来てくれて、すごい同窓会気分。ってことで、ちょっと番組にお邪魔したいと思います。行ってきます。昨日さ、シブにさ、裸見られた。え？あの、お金請求した？出した、もちろんした。3000円出せっつって。安っ家？家で、お使いだもんなの。で、それを届けてくれたんだけど、なんかギリギリになるって言ってたから、うん、車で待ち合わせかなと思って、でも家に届けてほしいって言ったのは私の、うん、裸で準備しててさ、服何にしようかなみたいな。これはもうちょっと心配のせいじゃないから、ほらほら歩いてたわけ、部屋を。で、トイレ入って、トイレ出てパッて左見たら、シブと目が合った。ってなって、で、その私のイヤーっていう声でララも願望へ。シブはどういうリアクションだったんですか？なんか、おっつってそっと私のお使いを玄関に置いていなくなってた。それはシブも気まずかったな。精一杯の気まずいリアクションが、あーダメだよ。男性マネージャーに初めて全裸見られたんだけど、全裸を見ちゃった時のさ、まあその時の正しい男性の方のリアクションって何が正しいんだろうね。え、じゃあどうする、山本さんだったら。全滅すべき。見られた衝撃よりも強い衝撃を与えて、一旦なかったことにするっていう。回してって言われたけど、これ使えないですよね。シブどんな気持ちでこの動画残されてる。シブには言ったの。ね、これシブにオフィシャルにしていい話って言ったら、もう OK もらってます。ああ、じゃあ。男性マネージャー増えちゃうかもですね。増えちゃうかもしれない。募集いっぱい来ちゃうかもしれない。やだよ、それで来られて。やめてください。なんか横島な気持ちで応募されるの嫌なんで、今後募集必要になって。来ないから大丈夫。失礼だぞ。楽しみだな、今日久しぶりの。ねえ。サイコさんがスタジオとかで、普通に芸能人やってるの。テレビ。どういうこと？いや、だってなんか、結構最近、オンドメディアが多いじゃないですか。そうだね。YouTube とか。たまにやっぱスタジオ収録とか見ると楽しいんですよね。チョッキとかフーちゃんとかが、はい、やっぱテレビで出てくれるのすごい嬉しいですみたいな、楽しみですみたいな言って、うん、なんでって言ったら、うん、やっぱブログとかインスタとか YouTube って一般の人でもできるけど、うん、テレビは芸能人しか出れないからですって言われた時に、うん、あ、確かにと思って。いや、そうですよ。いや社長、そうですよ。そうですで、なんか今だとさ、もうさ、YouTube とかの方がさ、なんか自分でさ、まあ、新鮮ですよね。そう、伝えられるし、誰にも編集さ、変な風にされずにさ、なんかダイレクトに繋がれるとか思うからさ、インスタとかも。でも確かに、なんかテレビ出るとみんなが、周りがウキウキすると思って。家族とかもだけど。好きじゃないけど、たまには出てる。でもこの番組は本当にすごい好きな番組。YouTube 見るじゃない、はい、テレビよりも YouTube ばっか見てるから、うん、なんかそのなんかショート動画でそのスノーマンの向井くんのパラパラの動画がすごい流れてきて、そればっか見てるの。なんかそれはすごい知ってたな。そういうパラパラ踊る番組なんだと思って。パラパラ踊る番組。で、この番組出演させていただくってなってさ、やっぱほら、学校行こうのさ、リバイバルだって言うから、そりゃさ、受けないわけにはいかないと思って。うんうん、確かに。そう。で、なんか今年はテレビ出る予定なかったんだけど、うん、このお話いただいて、その学校行こうやる、未成年の市長やるって言うから、あ、じゃあ私も出たいと思って、TBS さんも OK してくださって、今日なんだけど、でもせっかくだから番組ちゃんと見なきゃと思って、TVer で過去動画見たわけ。めっちゃ面白かった。っていうか、いい番組すぎて、もう全員が大好き。メンバーもみんな仲がいいし、
スタッフさんとの関係もすごく良好なのが伝わる番組。あれ、ほんと学校へ行こうみたいと思って。マジでリアル学校へ行こうじゃんと思って。もう全員が大好きになった。もうナレーターさんも全て全員大好き。で、特番もやっててさ、特番のなんかダンスバトル選手権みたいなのがあるんだけど、もう青春なわけよ。その、芸能人チームと、スノーマンさんと、あと、高校の日本一の子たちのチームと、あとはなんか小学生ナンバーワンのチームの子たちが、ダンスバトルするんだけど、課題曲と自分たちが選んだ曲を4曲ぐらい。バトルに向けて、いろいろ物語があって、なんかやっぱ同じチームの中でも出られること出られない子がいて、そこに対するオーディションとかあるわけ。はい、でもそこに真剣に取り組むからみんな涙出ちゃうわけよ。落ちちゃった子とかさ。で、それをさ、その子たちの思いを持ってさ、選ばれた子たちが踊るわけ。やっぱさ、違うわけ、気持ち持って表現すると。なんかそれを、こんな一視聴者の私に見せてもらえるんだっていう、こんな奇跡な瞬間を本当にありがとうございますっていう気持ちで涙なしでは見られなかったわけよ。へー。スノーマンの皆様もさ、もう忙しいじゃん、はい、もう絶対に売れっ子だから。それでもさ、真剣にやっぱその子たちのどうでだけ真剣に取り組んでやってくるかも分かってるから、やっぱ手抜かずに取り組む姿とか、プロフェッショナルな姿とか、まあお母さんも幸せよ。本当に。昨日じゃ泣いてたんですか、夜。昨日泣いてた。目パンパンじゃないですか、じゃ。早く寝なきゃと思って、寝る前に1話ぐらい見ようと思って、見たのがもう間違いだった。でももうめっちゃ幸せ。オキシトシンいっぱい出てて。なんかその、なんかね、特番の回もすごい素晴らしかったし、通常回もみんな仲良しで。そうなん、そう、あのスタッフさん含め、なんかそういう安心して見られる番組。もうね、これね、親子で見てほしい番組。なるほど。マジ学校行こう以来そんな番組。なるほど。本当になんか仲間っていいなとか、チームっていいなとか、なんかそういうのをね感じさせてもらえる、うん、自分もなんかその中の一員になれたような気持ちになれる、うん、でもね、やっぱ多分学校行こうのを作られてた方々がこの番組作られるのに関わってるみたいな。だから多分そう、そのサイコさんの思ったのは多分正しいというか、通じてるんだと。そっか、ちょっとやっぱホーム感があったのはそういうことなんだね、うん、マジでね、本当に仲が良くないとできない企画とか本当にあってさ、例えばスタッフがさ、あのなんかもやっとしたことを裁判にかけるみたいな企画とかって、はい、あの佐久間くんいるじゃん、はい、佐久間くんが番組とは別の雑誌のインタビューで、あの番組のこのロケの時はすごい過酷だったと。で、ご飯も食べられませんでしたというその一文字を取って、車でパン食べてませんでしたっけみたいな。それで裁判に問うみたいな。すごくね。そう、そういうのとか。あと深澤くんがなんか番組内で犬の声聞いて犬種を当てられるみたいな謎の能力を発揮した回があるんだけど、でなんかワンワンってなんかロケ中聞こえてきてさ、で、あ、これゴールデンレトリバーっすみたいな、あ、これうん、ゴールデンレトリバーって言って、で、これ絶対ゴールデンなんで、でも確かめてもらっても大丈夫ですって言って、後日スタッフが確かめに行ったらただの雑誌だったの。外すんだ。そう、で外してて、でそれがね、なんか盛り上がったらしいの、ツイッターかなんかで。なんかそのワンちゃん当てる能力が。で、そしたらそれも深澤くんが、まあ、あのスタッフからねって、あのロケの後に自分はワンって呼ばれるようになったと。で、それもテレビジョンかなんかでインタビューで言ってるわけ。で、それをスタッフが45人ぐらい総勢いるらしいんだけど、全員に聞いて言ったことあるかって言ったら全員言ったことない。そしてそれ、その先がすごいのが、テレビジョンに行ったわけよ、日本通信社にスタッフたちは。で、これ深澤くんが嘘つくはずないから、ちょっと持って書きましたかって、そのライターさんに確認しに行ったら、音声もちゃんとあるって言って、うん、実際に自分が言ってるの裏を取って裁判にかけるわけ。すごくない？すごい。そこまでやるんだ。そこまでやって。すごい。でもその彼らのやっぱリアクションとかも、私は本当にいい子たちなんだなと思って、人柄がすごい出る、そういう時に。そういう意味でもなんか、あの上手に切り返してさ、誰も傷つくことなくさ、
その本人もさ、なんかちょっとさリアクション間違えるとかわいそうに見えるじゃん、詰められて、うん、オフィシャルに公開処刑されて、でもそうにもならないような絶妙なリアクションも取られてる感じとか、ああいうスキルうちの子たちにも身につけてほしいわと思って、彼らの切り返しすごいスマートだったわけ。へー、お母さんとして本当に勧めたい番組日本帰ってきたらすぐ見せる結構しかも人数多いですよね、急に、ね、急に覚えられないと思ってしてたんだけど、昨日でも一晩で全然あだ名まで考えられるあだ名まであだ名まで言えちゃう。でも紗友子さん、もしかして学校行こうに最初に出てきた時の紗友子さんとちょっとだから見た、これ見ましたよ、これね、かわいいだって私リアルマジで学校行ってここに制服のままやってきて、違う制服に着替えてテレビ出てたからすごいそうなんだ。でも確かにその紗友子さん知ってるもん。知ってる、うん、これイメージこれですよね、学校行こうめっちゃ見せた、カタカナ紗友子ですよね、ミノリカリズム4ね、私強かったんだよねこれ、強かっためっちゃ女優さんに強くやりすぎて謝りに行ったもん。デコペン強すぎるイメージあったもんな。その時 TBS の局長と一緒に謝りに行ったんだよ。大御所。怖かった。それはやばいですよ。でも女優さんもさ謝りに行くとさ大丈夫大丈夫って言うの。でも大丈夫じゃないから私ここにいると思ってスタッフも悪いんだよ、思いっきりやれって言ってさ、やったらやったで怒られんのよ本当に。まあ紗友子さんからして完全にはめられたって感じ。そうよ、16歳の私は責任取ってるって、ほんとに。しかもいろんな流行り生み出してましたよね、学校行こうね、そう、ビーバップ、あー、ビーバップね、わかる。それこそ今日じゃないけど未成年の主張、未成年の主張はさ、もうあれは伝説よ、ほんとすごいっすね、あれ。あれも涙なしでは見られないもん。だから私今日泣くと思って、それ持ってきてる。なるほど。なるほど。絶対泣くもん。ケイちゃん、ウォータープルーフ。ウォータープルーフです。おー、さすが。さすが。あー、なんでいいの？え？マジでなんかお父さんな感じなの。もう最初からオーディションからいて。なんか覚えてます？私オーディションの時になんかね、それ見せられたの、学校以降の内容をね。え、俺が見せた？そうだよ、その時のオーディション、うん、で見て、そのリアクションをずっと、あと江藤さんね、うん、2人でめっちゃガン見するっていう、はいはい、私のリアクションをそりゃ見るでしょめっちゃ怖かったから、あの時すごい、絶対偉いんだろうな、この人たちって誰かわかんないから、うん、私だって16とか。え、俺宮崎弁で緊張を緩和するために使ってなかった？やったじゃん、やったの、うん、その技も使ったの、宮崎で東京だから出て、それが逆に怖かった。怖かった。そうそう、懐かしいね。そうオーディションになったんだ。へえ。すごいたくさん受けるんでしょ、だってあの時。ものすごい、あの、名前を言わない方がいいけど、うん、もうすごいみんな知ってる人がいっぱい受けてますよ。へえ。なんで私だったの？え？可愛かったから。あ、そうそう。全部自分で言ってた。あとなんだっけ？え、あとはあのフレッシュだった。あ、フレッシュフレッシュ。あとお肌も綺麗だった。お肌は綺麗だった。綺麗だった。全部自分で言ってるじゃん。全部自分で言ってる。歌もうまかったよね。歌はうまくねえ。でもね、まさに今みんなで学校行こうの話ね、まさにしてて、うん。やっぱみんな見てて。え、小学生？一応中2でした。中学生。でも小学生でしょ。小学生ですね。小学生だったんですね。小学生ですね。小学校、中学校、てか小学生、中学生、学校以降見てた。見てた。もう見てない人いなくて、もう本当、ど真ん中世代です。すごいな、やっぱり、最後。何が？いろいろやって。言って、そういうの欲しいから。最後のすごいところ。やっぱいいこと聞きたくなっちゃいますよね。やっぱ人を緊張させないし、なんか、そうなんですね、息遣いもすごく、あるし、優しいし、あと最後が不機嫌になった感じって記憶にないな、なんかめちゃめちゃ怒ってたりとかっていうのが記憶にないな。もしかしたら怒ってても怒ってるって俺が思ってなかったのかもしれないけど。え、でもないかもしれない。ないよね、うん、で正直嫌な気持ちになることないもんだって。学校の時とかは別にないよね。
もうだって本当に嫌なことはその大人がやれってみんながやれって言ったのに謝りに行った、もうそれだけ。もう俺じゃん。でもみんなさ力抜くなって言うわけ、次の収録の時も力抜いたら面白くないんだ。俺ねあれに関してはねすごい頑張ったね俺も。あどう頑張った、どう頑張った。俺が頑張ったのは、うん、今はね、うん、ものすごく炎上するじゃない、うん、でツイッターとかそんななかったから、うん、苦情の電話とか手紙がものすごく来るのよ。何学校行こうってそんなの来るの。なんかデコピンの罰ゲーム、あー危ない、あれで鉛筆の先が目に入って、社会問題になったじゃん、だって社会問題になったじゃん、ニュースになって、そういうニュースが出たりして、うん、文句があったけれど俺は辞めたくなかったから、うん、俺が全部対処するっつって、うん、全部電話取って話をして続けたんだよ。そう楽しかったもんね、あのゲームすごいみんなやってたもんね。そうだね、未だになんか井ノ原がラビット出た時もあれやってた、ね、うん、あ、ほんと、そうそうそう、リズムフォーやっぱりね、みんなやってたもんね。ひっちゃー、嘘でしょ、結婚したしたのよ。学校行く時比べたらね、学校行く時比べたら偉くなりました。ありがとうございます。あの VTR 3本に分かれてます。なのでそれの お疲れ様でした。めっちゃ楽しかった。うーん、なんか未成年の人ってやっぱ伝説だね。そうですね、なんか今でもちゃんと落とし込めるんだって当たり前なんだけど、学生たちのあのエネルギーすごいな。うん、確かに。でもやっぱ内容はやっぱ全然違いました。違う。面白かった。主張の内容が違う。あとみんなほんとお上手。そうですね、企画の使い方上手、今時の子たち。確かに。いやーすごかったね、いい番組だね、本当に。なんかやっぱり思ってた通り、そのメンバーの皆さんもだし、スタッフの皆さんもすごいいい空気感の収録現場だった。伝わってきました。家で見てる感覚になっちゃった、居心地が良すぎて。放送日が6月28日金曜日の18時半から20時55分、TBS もしくは TVer で皆さんご覧いただけますので、ぜひそちらもね、ちょっと私が今年もう1回だけかな、もう多分出ないから私。あれ宣言。出ないから、今年ね1個だけのテレビ出演、皆さんぜひチェックしてみてください。ありがとう。